飛び1時間もできないんですよね。だから、お守りありがとうございます。夜できな、もうな、もう本当に。お昼。カウントしてありがとうございます。今週末誕生日なんやば、もうだってもう18よ、うわ18歳だって、やのちゃん18歳はもうやばい、つら、18ってなんか大きくなった感じしますよね。17と18やったら、だってもう18よ、やばいよ。だってオーディション受けた時16歳とかだったのに、から免許取れる、いやそれはそう、やばいよね、水はじきが。 そう、16歳ですって言ってた、あのオーディションの時から2年経っちゃって、あーやばい、つらい。なんか20歳が大人とかそういうことじゃなくて、18から、ん違う、17から18へのジャンプアップは大きいよねっていう話。でも ANN とかがもしかして出れるようになります？夏休みとかもショールーム12時までできるようになる感じ？そういう感じ？なるよね、多分。やったー！あ、お腹鳴った。お腹が空いたってかのんちゃん。朝ごはんも何もないんよね。いや、高校生。夏休み期間は高校生でもできた気がする。できやんけ。夏休みはいけたかな。夏休みはいけた気がする。無理だっけ。餃子食べちゃった。
何調べ、みんながなんかやってた気がする。平日はねダメなんだけどね、忘れちゃった、覚えてないや。お守りありがとうございます。できるとなったらやるの？10時からとかの方が、だってレッスンとかあったらさ10時までだと結構しんどいんですよね。もうめっちゃ走って帰ってきて30分できるかな、ギリギリよっしゃってぐらいなんですよ。だからそれだとちょっとしんどいから、レッスン帰ってきた後にやっぱりやりたいがゆっくりってなると10時からかなって。そう、今日もレッスン終わったら猛ダッシュで走って帰ってくるので、信号待ちの間にメールを出すっていう、プロになれるかもしれやん。お腹が空いた、うお腹がずっと鳴ってる。16人中9人が必要、やばい。それはやばい。走れ私、ああ、いやー、でも大盛りありがとうございます。バスから降りたらカンカン、あれだな、あの時間仕事休憩中、ありがとう、お疲れ様。前髪切ってない、なんか短いよね、巻きすぎた。なんか浮いたよ、何食べようかな。お疲れ様です。なんかすいた、なんで左分け、なんか初めて、人生で初めて前髪を分けた時はね、こっち分けだったんですよ。あ、こっち分けだったんですけど、こっち分けの方が可愛いことに気づいたんです。そういう感じです。なぜならこっちの方が二重幅が広、なんかネットで調べた時に目が大きい方の、目が大きい方の目顔をで分けた方が可愛いって聞いたから、こっちの方がカノは二重幅がね広いんですよ。伝わるかわからないんですけど、こっちの方がねちょっとだけ広いんです。だからこっち分けなんです。 Understand? もう巻いちゃってるか、逆にできない。あと、あの高校生じゃない、中学生と高校生の時に前髪を、あのなんかちょっとワンレンに憧れてた時代、ワンレンに憧れてた時代に、あの、なんかこっち、カノンの分け目的にね、こっちでね、分けると前髪がうまいこと流れてくれなくて、こっちでね、こうやってね、こっち流してた、こうやって前髪こうやってね、前髪が長かった時に流してたからね、なぜかこっちの癖がついちゃって、基本的にこっちにしかも流れてくんないんですね、私の前髪ちゃん。Understand?
いや、英語で返さないでわかんない。はい。ね、みんなイモース見た？ね、みんなイモース見た？ね、みんなイモース見た？かの昨日、餃子作っててさ、あ、みんなからのコメントがさ、全然ちょっとさ、ちゃんと読み上げなかったからさ、どんな感じだった？連呼しないで。どんな感じでした？あーちゃんに泣きついてるとこ怖かった。そこじゃないよ。いて、いて。泣いてた。え？泣いてた？いつだ？最後かな？ねえ、どうでした？どんな感じだった？かの機嫌悪かった？怒ってました？機嫌悪かった？怒ってた？やばかった？俺が泣いた。あ、意外と悪くなかった。俺が泣いたって何？あ、イモス見て感動した。感動するようなことあったかな。思ってたより全然悪くなかった。本当に？あーちゃんがいたことり、あーちゃんね、どんな感じだったのかわからないが、どんな感じだったんだろう。怒ってなかった？機嫌悪かったか心配。もう記憶にないですけど。そんなと。手首とそう痛かった。見逃し配信教室時間見れる。この人見れないんですよね。実家帰らないと。ミユキが見れない。お守りありがとうございます。泣くの我慢したんだよね。香川いた人誰か結構いたかな。泣くの我慢したんだよ。したんだけど泣いちゃった。最後だけじゃない。でも泣いたの。なんかちょっと泣いたら負けだなって思ったの。で泣いたら負けだなって思ってちょっとね、泣かないように頑張った。練習中に泣いたらちょっと負けじゃん、悔しいが。だけちょっと泣いたあんま泣かなかった。くてむずい。マジでむずかった。お守りありがとうございます。カノンの生誕祭泣くと思うわ。じゃあちょっとみんなでカノンの生誕祭は泣かないを目標に。ははかのもうさ、顔大丈夫かな。前日速報でしょ。大丈夫かな。31日、元気あるかな。
元気あるかな、かな。お腹すいたよ。速報生誕生誕って忙しすぎやん。もも、ありがとうございます。あ、お腹鳴った。もうお腹すいたって言ってる。お腹が大変。でも何にもないんよ。じゃん。香川の3日間はマジで忙しすぎん？そんな忙しい3日間あるってぐらい予定しかないよね。速報生誕誕生日は死んだ。やばいやばい。追いつけるかな、私の脳みそ。お塩食べ。忙しいね。ちょっとお腹鳴ってる、どうしよう。5月3日誕生日おめでとう。なんかの頭を食べる。僕アンパンマン。やばい。低クオリティ、え、意外と似るんよこれ。カノン本気でやったら。カノンのチケット争奪戦、多分今トレードいっぱい出てますよ。やだ、本気でやらない、絶対やらない。だってもうカノン可愛いキャラでいくもん。可愛いキャラでいくかも。やんない。あの、アンパンマンのモノマネをする人のモノマネって感じ。え、ねえ。手遅れ。ちょっと。あずさの説得より。清楚系並みに説得力ない。ちょっとねえ、ちょっと、え、待って待って、カノン意外と可愛いキャラでもいけると自分で思ってるんだけど無理。なんかそういうパターンのやつ大体滑らん。それな、それはそう。それはそう。今日もやらん。水はじきある、してます、はじいてます。え、可愛いキャラというか清楚、え、清楚くない、黒髪だけどな。誰よりも髪黒い自信あるんだけど、黒髪だけじゃ無理。え、ちょっとなんか最近清楚って言われないかなと思って、最近服をちゃんとし始めたんですよ、握手会の時。すごい、あの、ちゃんとなんか清楚っぽい服を選んで着るようになったんですよ。気づいてました？ちょっと清楚って言われないかなと思って、握手会の時にちょっと清楚系の服を着るようになったんですよ。お気づきでした？皆さん。スカートのね、ひらひらって感じの。お気づきでした？ちなみに、
ちなみに次の握手会はスカートじゃないけど、もうだってスカートジャンプできないし。そう、最近服装凝ってる。かぶれたな。でもなんかずっとさ、ちょっと清楚って誰か言ってくれないかなと思ってさ、綺麗系の服着てたけどさ、動きにくいんですよね、ぶっちゃけ。あれ、あの猛ダッシュとかできないんですよ。だからちょっと次のもうスカートじゃない、次の握手会はズボンです。うん、誰かに言われたの？言われてない。動きやす重視でも、そんな動きやす重視だったらさ、ちょっとバスパン履いて握手会するけどさ、ちゃんとそこまでじゃないから。私もスカートで行こうかなって。めめしさ出した方が。めめしさ、なんかの結構めめしいやんな。楽すぎやわ。え、違うよ、違うっていうか、もともとカノンは可愛いと思って服着てたから、みんなからダサいダサい言われるから、いや、カノンもちゃんとしたらダサくないんですよっていうのを最近ちょっと頑張って出していってるだけで、すごいみんながさ、違う、最近 MC でのカノンの私服ダサいいじり、第一クールでの磯貝の私服ダサいいじりがすごかったから、いや、カノンもちゃんとした服を着ようと思えば着れるよと思って、最近ちゃんと考えてきてるんです。って言って、どうする、意外と、え、それもダサいよとか思われてたら、ちょっともうもはや何も言えない。それは本当に多分センスがないんだと思う。学校行ってきます、行ってらっしゃい。ダサくないって、ダサくないよ。30分やった、どうしよう、35分までやって35分からダーってラジオを読みます。多分いけるはず、前髪巻いてあるし。大丈夫、おーりありがとうございます、おはよう。最近ダサくないやろ、最近可愛くない、会いに来たくなるでしょみんな。ダサくはないと思うけどってことは、おしゃれでもないと思うけどってついてる、それ後ろに。いや、最近のカモンちゃん会いに来たくなるでしょみんな、可愛いから。おしゃれだと思う、会いに来たくなる、やった十分でいい、それはそう。誰か答えたって、投げやり、もうかゆう。おーにありがとうございます。いや、服装が可愛いからというか、あの
可愛さ何パーセントかもしたらいいなっていうそんな感じですのおすすめっぽい。この店員さんのおすすめ絶対着ない。店員さんと喋れないもん店員さんと会話ができないからおすすめが聞けないの。だからね、もう自分で選ぶしかないが、わかり自分で服選ぶしかないが、服屋さん行ってももうだっておすすめ聞けないんだもん、店員さんに。マネキン買いもできない。だって、マネキンのやつって基本置いてなくない？服屋さんって。って思うんだ、私。そう、話しかけてくるときは逃げる。あ、昨日、あーちゃんとね、行ったんです。お買い物に。ただ、カノンが自分で選んだけどね。あーちゃん。ただ、店員さんに、あーちゃんがいるじゃん。カノンがいるじゃん。店員さんが来て、カノンに店員さんが話しかける、カノンが下向いて黙る、あーちゃんが答えるっていう。なんかあんまりマネキンそもそも見ないんですよね。なんかどんな系統をお探しな、カノンこのなんかさ、ジャージでさ買い物基本行くから、なんかどういう系統をお探しなんですかって 100% 聞かれるんですよ。で、どういう系統を探しなんですかって聞かれるから、下向いてチーンってしてると、あーちゃんがそうですねみたいな、どんなの来ますみたいな、あーちゃんが返事してくれて、店員さんとあーちゃんが会話してる。で、カノンは店員さんとあーちゃんが会話してる間に服バーって見て、欲しいやつだなって取って、あ、じゃあこれでってやる。だって喋れないんだもん、店員さんと。無理無理無理。うん、そう、ジャージで行く買い物。服装可愛い方がいいんじゃない？ちょっと可愛いを目指して頑張るね。そう、あーちゃん好きな、そう、ジャージ、ジャージ卒業せんか。え、待って、ジャージ卒業してほしい、ジャージ卒業してほしい。でもかな、サンクルもニューエラも好きなんだけど、してほしい？アディダスも好きなんだけど、ジャージ卒業してほしいもの？う、順位読みます。35分になってしまった。ジャージ送ろうか。ジャージあるんよ、いっぱい。いきまーす。13位、磯貝塾さん。12位、七下市さん。11位、ナルクルさん。10位、たっくんさん。9位、淳平さん。8位、エネミーさん。7位、チャーミーさん。6位、松崎さん。5位、アク先生さん。あ、変わっちゃった。13位、磯貝塾さん。12位、ナルクルさん。11位、たっくんさん。10位、淳平さん。9位、エネミーさん。8位、チャーミーさん。7位、松崎さん。6位、ふしゃぎまさきさん。5位、七瀬俊さん。4位、アク先生さん。3位、浅香さん。2位、コウズさん。1位、おそろちさんでした。チパチパチパチ。ありがとうございました。まあ、ジャージはね、あれですね、18歳になってからいか考えレッスンの時だけでいいと思う。違うんですよ、楽じゃないですか、ジャージ。移動の時とかね、ジャージの方が楽なんですよ、知ってますかはい、ということで、お疲れ様。皆さん朝から見てくださってありがとうございました。ちょっと8時までできなくてごめんなさい。今日も夜、多分15分か30分かやるので見てください。よく入れるので、9時何分か、もう最後のギリギリなんですけど、やるので、予定では45分に入れるけど、30分からできたらいいなっていう計算で帰ります。ということで、朝から見てくださってありがとうございました。バイバイ。